羽生結弦のチャレンジ。ショートプログラム。プリンスのボーカルに乗って最初のジャンプ。4回転ループ決まりました。ちょっと悔しそうにそんな表情を見せた羽生です。見事な4回転ループから入りましたが、2本目ダブルサルコートリプルトーループというジャンプになりました。ただ会場から大きな大きな歓声です。このプログラム、そして羽生の魅力、高橋さん、そのあたりはこう伝わってきたプログラムでしたが、どうでしたか？そうですね、4回転ループを降りた後からもう会場のお客さんを彼に引き込まれて、拍手がずっと流れていたという状態で、まあ、サルコはちょっと非常に悔しいところなんですけれども、ね、やはり空気を支配する力というのはさすが羽生結弦選手だなと思います。そうですね、本田さん、最初の4回転ループで空気が変わったという感じがしましたね。そうですね、本当に綺麗に4回転ループ入りましたね。その後の4回転サルコに行くまでなんですけれども、いつもよりもスピードがないかなという印象がありました。はい、少し抑え気味に入っているのかなと。でも綺麗に問題なく加点をもらえる4回転ループでしたね。はい、4回転ループの今大会、今シーズンの中では一番いい出来のショートのループになりました。ただその後ですね、これはダブルサルコからトリプルトーループですので基礎点 5.60 は入りますね。はい、それに加点がつくと思いますので、ジャンプがキックアウトになることはないです。はい、またそ
その後のトリプルアクセルですね、これは本当に流れ、高さ、余裕がありましたね、はい、音にもよく合っていましたので、素晴らしいジャンプでした、ね。そしてその後の観客、この観客との一体化というのがこのショートプログラム、羽生にとっての今シーズンの大きなテーマですが、今スケートみたいな非常に大きな手拍子が鳴り合いませんでした。このカンヌンアイスアリーナです。スワンドフライで得点を待ちます。4回転のサルコーからのコンビネーションを決めた場合に比べて、やはり10点近くは得点というのは下がってくると思います。そうですね、はい、ただそれでも演技構成点5コンポーネンツですね、はい、そのあたりでどこまでカバーできるか、やはり9点台の中盤くらいをどの試合でも出していますので、はい、そのくらいは出てくると思いますので、45、6点の演技構成点は出てくると思います、はい、現在トップのネイサン・チェンが 103.12 という得点を出しています。羽生の自己ベスト今シーズンは 106.53。さて羽生の得点です。技術点が 50.11、 演技構成点はやはり9点台がずらりと並んでいます。高い得点です。 97.04。 ネイサン・チェンについてこの時点で羽生は2位につけています。少し得点が不安だったんでしょうか、羽生はこの得点を見て良かったというそんな表情にも見えます。